こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は昨夜一斉高しです。昨夜高らかに一斉を上げた、他人が伺い知ることのできないこれだという悟りのひらめきです。それでは今から昨夜一斉高しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。